この番組は現役大学生として常日頃伝えることに邁進する横国フィリス放送研究会のメンバーが等身大の目線で画面の向こうのあなたに横浜愛たっぷりでお届けする情報番組です。変わった企画、マニアックな検証、何でもござれ、フレームから飛び出す私たちの日常をご覧ください。始まりました、横フェリ TV。 皆さんこんにちは、横国フェリス放送研究会の阿久根里奈と松山ひな子です。よろしくお願いします。はい、では初回となる今回は地域の皆さんに横浜国立大学について知ってもらおうということで、私たちは現在横浜国立大学に来ています。住所でいうと保土ヶ谷区にある大学なのですが、一つ解決しなければならない問題があるんです。何でしょう？それは最寄り駅。横浜国立大学の最寄り駅は3つありまして、一つはブルーラインの三沢上町、そしてもう一つは相鉄の和田町、そして最後の一つが相鉄と JR の羽沢横浜国大という3つの駅が絶妙な距離にあります。そうなんです。というわけで今回はどの駅から来るのが一番早いのかということで、3つの班に分かれて検証してもらいたいと思います。ですが普通に検証するだけでは面白くないので、各通学路の名所やおすすめスポットをレポートしながら検証してもらいたいと思います。はい、私たちは今横浜国立大学図書館の前に移動してきました。はい、もうすぐリポートする皆さんが3駅に到着するとのことなので、10時45分からスタートでこちらに向かってもらおうと思います。松山さん、今回どの駅からが一番早く着くと思いますか？いやー、そうですね、やっぱり私としてはブルーラインの道沢上町が一番早いんじゃないのかなって思っています。私もそう思います。ですよね、はい、やっぱり道沢上町は平坦な道が多いので、他の駅はちょっと坂が多くって、和田町とかから来ると本当に坂が多いので、まあそれでもちょっと今回は結果どうなるのかわからないので、私たちもすごく楽しみですよね。はい、では今リポーターの皆さんたちが、各3駅に着いているようです。で今少し電話で中継がつながっているので紹介させていただきますね。はい、お願いします。はい、ではまず三沢上町に着いている坪井くん。はい、三沢上町駅に今います。日曜日ということもあって電車が来てないとですね、結構人通りは閑散としてるかなという感じですね。ここから、頑張っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。では続きまして、和田町にいる尾崎くん。はい、今和田町駅に着いております、尾崎です。日曜日の朝ということで、まあ、あんまり若者はいないですね。はい、では最後に羽沢横浜国大にいます南波さん。はい、どうも南波です。今羽沢横浜国大駅におります。はい、ではよろしいでしょうか？うん、よろしいです。はい、OK です。はい、人も少ないんでね、一番早いタイム出せると思いますんで、まあ、おはい、期待しております。はい、ではそろそろ10時45分になりましたので、皆さんこちらに向かってもらいたいと思います。それではよーい、スタート！スタート！よーい、スタート！スタート！はい、じゃあね、今からね、まあ横国に向かっていきたいと思います。はい、はい、駅から歩いて10秒見えてきたのは和田町商店街。やっぱ横国の周辺はあんまり、まあ、飲食店とかないんですけど、和田町には、まあ、商店街があって、飲食店とかスーパーとかめっちゃあるんですよね。さあ、じゃあ和田町商店街入っていきましょうか。見てください、これ、もうなんか地元に根付いた、うん、お店さんがいますね。これはなんて読むんですか、これ、成功堂って読むんですかね。
っぽいね。あ、5月19日ニューオープン書いてありますよ。あ、ほんとだ。焼きたてのメロンパンが食べれるっていうね。もしかしたら和田町の名物になるかもしれませんね、これからメロンパンが。和田町商店がそろそろ終わりますね。うん、坂を上がってちょっと下ってようやく横国に着くという。見てください、あーもう山。確かに坂が見えてきました。おお、はい、じゃあ今から和田町の坂の階段を飾ります。はい、9段目になんと神社が。おお、ね、持ってみましょうかね。おお、和田稲荷大明神ですね。おお、なかなか雰囲気がある。祈っていきますか。祈っていきますか。放送研究会に来年人がいっぱい入りますように。うわ、坂きつ、坂きついな。おお、こうなってます。和田町がこの下で、うん、またさらに向こうが生きて上に登るんですね。綺麗な景色だ。綺麗な景色です。あ、もうすぐ坂が終わりますね。あ、やっとだ。きつかったな。公園が出てきたね。時は公園ね。うん、何がある公園なんだろう、ここは。ここはまあサッカー場とかテニス場があるって、まあ、地元の人たちとかが、まあ、スポーツできると体を動かせる、そういう感覚と思ってますね。テニスやってますね。そういう僕って桜の木ありましたっけ。桜はないかも。桜はないっぽい。でも金木犀の香りはした気がするから。香りはしてる気もあります。でも常緑樹もいっぱいあります。うん、でリスもいますと。はい、あのヤギもいます。はい、なんかあと横国に離島島の奥ら辺になんかため池みたいなのあるんですよ。あそこでなんか前学校の授業でやってきた環境 DNA っていうものを調査してる人がいて、環境 DNA っていうのは水をポカッてすくって、あ、なんかあのキットに入れるとそこに何が住んでるか分かるんですよね。そういう環境 DNA っていうのを研究してる人がいて、その人がその横国の池の水ですくってパコッてやってキットに入れたら、亀とか、あの亀が検出されてらしくて、横浜の家には亀もいます。尾崎くん、なんか動物見かけます？僕はそうっすかね、まあ、まあやっぱり一番見かけるのはまあリス。リス。猫。あ、猫も見るわ。猫も見るわ。なんか国内には猫が住み着いてて、猫サークルっていうのもあるんですよね。猫サークルはその猫のお世話したり、あと野良猫があのいっぱい子供作っちゃわないように、あの去勢手術とかそういうのをあのやってるサークルなんですね。はい、えらい。お、横奥が見えてきた。横奥が見えてきましたね。これ何門でしたっけ。南門かな。南門ですね。僕の南門に着きました。じゃあ渡りますか。あ、ドミノピザだ。まあそこのドミノピザであれですかね、ピザ買って近くの友達に家であのパーティーするなんて人もいます。あとドミノピザの奥に食品館アオバっていう超激安スーパーがあって、そこであれですね、まあ野菜とか買って、あのここら辺の人たちは一人暮らししてると思いますね。なるほど、はい、でその横にガストがあって、うん、まあ、そのガストも学生の泊まり場になってますね。うんうん、よく行ったりするんですか。よくガストとかアオバ行きますね。あ、この前もアオバで鍋の具材買って鍋やったりしてましたね。さあ、僕の南門に着きました。入っていきましょうか。森さ あ, あれ、僕たちの目的地はどこでしたっけ。図書館の前です。図書館の前ですね。やばい、旅行し忘れてた。謝罪があるんですけど、まあ、それはですね、あのその和田町行き、和田町組がですね、
まあ、このズームの方の機材の方の、録音をしてなかったと。あのね、地味にね、ありがたい、はい、結構ね、横船にこうゴミ箱がね、頻繁に設置されてて、うん、めっちゃ助かりますね。ポイッと捨てれるんです、これ、うん、だからまあ、確かに校内での保湿を防止してるっていう自分もありますからね。確かに校内汚いところはないよね、ゴミとかで。そうですね、ゴミで汚いってとこはないですね、横校内で、うん、まあ、落ち葉とかもまあよく散ってるんですけど。到着しました。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。行きたいと思います。それにしてもね、今日はもうすごく天気いいですね。もう収録日和という感じで、もう運がいいですね本当にという感じなんですけども、もうここがね、まさに運命の分かれ道なんですね。多くのですね、横国生の方はこの歩道橋をこっちに行くんですが、今回私たちはですね、これを右に行きたいと思います。はい、このアジサイロードも6月とかのアジサイの時期に通ってみると綺麗かもしれないですね。はい、そしてここもですね、実はこっち側に行く道とこっちに行く道分かれるんですが、今回はこっちに行こうと思います。これ実は間違いやすいよねいや、自分はねこの道をどうやって知ったかっていうとですね、鉄道 YouTuber スーツさんの動画でですね、この道が紹介されていてですね。はい、そうなんですね。でそこでですね、この道がですね、ある名前で呼ばれて紹介されてたんですね。ここで視聴者の皆さんにクイズ。今通っているこの道は何と呼ばれているでしょうか。ヒントはこの畑。ちなみに正解はキャベツ通りです。あ、シンプルキャベツ畑があるということでですね、キャベツ通りと呼ばれているんですね。正解はキャベツ通りでした。そして今私歩いてますこの歩道橋ですね、こちらご覧ください。こちら高速道路の向こうにみなとみらい、綺麗に見えるんですね、こちら。はい、あっちが本当に都市の方の横浜だよ、ね、ここは横浜っぽくない横浜って言ってます。この道って結構夜は暗いんですけど、暗い分ですね、この高速道路の夜景とですね、このランドマークタワーの夜のライトアップがですね、綺麗に入るんですね。はい、そしてですね、ここまで歩いてきましたけれどもですね、こちらがですね、多くのですね、ビルが立ち並んだ景色の手前にですね、畑があって、ちょっとここでじゃあ、ブース。はい、チーズ。足りるか心配ですねということでちょっと寄り道してみようと思います。ちょっと寄り道。この公園なんですが、うん、この公園名前は多分ありません。名前はないんですけども、うん、遊具ですね、子供向けの遊具がありますねっていうことで、どうしましょうか。いや、再び視聴者の皆さんにクイズ。この後坪井は何をするでしょうか。いや、今ちょっとね、せっかくだからね、滑り台滑ろうかと思ったらね、3歳から12歳よって書いてあって、あーダメなんですよもう、ね、あ、そうだね、つぼり君12歳じゃないもん、ね、12歳じゃない、18なんで、この撮ってる時点ではちょっと、やっぱやめましょう正解は、滑り台で滑ろうとするでした。
でもやっぱ通学路もこうやってフォーカスしてみると結構面白いところっていっぱいありますよね。ね、僕も何も気にせず歩いてたからさ、はい、意外といろいろあるんだなって感じで、感性とは言いつつもここが東通用門で、振り返って見ていただくとですね、すごく小さいということがお分かりかと思います。なんかもうこの東通用門さ、フェンスに紛れすぎてるよな、本当に分かりにくすぎて、もう最初見当たんなかったの東通用門。こちらメインストリートでございますね。はい、もう、いや今日はねほとんど学生がいませんね、すごく閑静ですね、はい、普段はもうここに結構人いっぱい通ってる感じだよね。あちらがですね、これ横国の紹介なんですけど、化学実験室でして、私理系理工学部の化学生命系学科なので、化学実験室にですね、もう金曜日の夕方ですね、ずっと実験して、長い日は1時から6時までもう5時間ぐらい実験してましたから、もう大変でした。元レポートももう夜中3時か4時くらいまでかかって、めっちゃ大変でした、マジでやばいね、夜中3時までかかって、いや本当っすよ、マジで全部手書きなんで1年生は。うわ、大変でした。手書きレポート、はい、手書きなんですよ、マジで。手書きレポートなんて一回もなかったかもしれない。経済学部ないんですか。経済学部全部パソコンかも。そんなレポートの話をしてた、ね。だんだんとゴールが近づいてきて、うん、あれ MC のお二人ですね。 MC のお二人横に並んでますね。ちょっと小さく見える、小さく見える。気づきます、気づきます今。あ、ちょっと声聞こえてきた。え、これ1位どうかな、ゆっくり歩きすぎた。人数的にはハザー横浜国大駅にいます。これから横浜国大の中央図書館の入り口がゴールなので、そこまで生誕タイムで行こうと思います。じゃあ進みましょう。ということで、寒いですね今日ね。寒いです。やっぱ寒いですね。ちょっと待って、これはどれぐらいのスピードで歩けばいいのか分かんないけど、ちょっと早歩きで、まあ廊下を歩いて怒られないぐらいのスピードで行こうと思います。ちょっとそんなに早く歩かれると、うん、あ、困る？困ります。撮影者が困るぞ。普通のスピードでお願いします。ここがね、今ね作ってるね、羽沢バレーという、あの新しい羽沢の駅前の新しくできたタワーマンですね。映せますか、これ。めちゃくちゃ高いんですよ。映せない、これは。高すぎて入らない。でここだんだん左手に線路が見えるんですが、ここはですね、もともと羽沢横浜国大駅っていうところは、電車がないところに、全くないところに線路を通したというわけではなくてですね、JR 貨物の横浜羽沢駅だったかな、そこの駅がありまして、でその、JR 貨物の電車の貨物専用線があったんですね。貨物線の線路を、活用することで新しく作ってという感じで誕生した駅なので、だからもともとここは電車はずっと走ってたんですね。なかなか、どうですか本田さん、この坂。めっちゃきついです。めっちゃきつい。めっちゃきついです。大学はフェリスですもんね。フェリスです。フェリスなんで、もう全然横国語のこの長い感じの道のりに慣れてないので、うんうん、すっごいきついです。なので、まあフェリスはね、駅前だもんね、すぐね。そうです、本当に5分あれば絶対駅から、緑園都市の駅から着くと思うので、うんうんうん、どんなに遅くても。なのでもうこんな歩かないですもん。もうだよね、エゴ国は羽沢はね12分ぐらい頑張って、僕の陸上部の友達が頑張って6分っていう記録を叩き出したこともあったんですけど、まあ、基本的にはねそんな早く行けない、普通は15分ぐらい見ていた方がいいと思います。あと大学は結構、横浜国立大学は広いので、横浜国立大学のどこに用事があるかによってね、また所要時間というのは変わってきます。ここにね、多分唯一ご紹介できる道中のスポットから、ここに公園があるんですね。あそこの奥に、あとで多分インサートで出ると思うんですけども、トキワザウルスという、横浜国立大学と地域の子どものみんなが一緒に作った、遊具がありますので、あとでご紹介できるかな、インサートでここでねご紹介できるかなと思います。
まだ大学はね、大学の門は見えてきましたね。大学の門は見えてきたんですけども、ちょっと木が生い茂っているのでキャンパスは見えないですね。こちらがですね、横浜国立大学の西門になります。そうですね、西門は結構ここら辺に住んでる学生もいるんじゃないですかね。私は実家がいるのでよくわかんないんですけども、でここをちょっと渡って大丈夫ですかね、渡りましょう。ここはあの基本的に夜になるとここ門閉まるんですけども、夜になるとここ夜勤の主営さんがいるので、まあ、一応夜でも出入りは学生証があればできます。じゃあ行きましょう。見えてきました。こちらがですね、第二食堂ということで、まあ別の名前を工学部食堂というんですけども、これは大学の反対側にもともと第一食堂というのがあったんですが、それ以外にもこちら側にもちょっと大学が広すぎるので別に食堂があります。今は横浜国大の理系の学部は理工学部1個だけなんですけども、昔は理工学部じゃなくて工学部という名前だったので、その名残で別の名前が工学部食堂という名前になってます。あとね、もう 2,3 分で着きます。 2,3 分でだいたいカップヌードルのお湯入れたらね、着くことにはできてますよ。皆さんのね疲れが顔にこう色濃く出てきましたですね。葉っぱも色づいてきてね、まあいい感じでね、何言ってんだ楽しいですけどカットされそうだ。見えてきました。あのガラス張りのね、いかにもお金がかかってそうな建物が、あれが横浜国立大学中央図書館です。あそこの前が今回のゴールなので、他の人たちよりもあそこに先につければ勝ちです。なんですけど、どうですかねタイム。おお、ちょっとそろそろあれかもしれねえな。どうでしょうか。追い越されたくないですけどね。そう、20分ぐらい、だいたい20分ぐらい経ったんで、おわ、どうかな。うわー、はい、ただいま11時5分となりました。皆さん出発したのが10時45分頃なので、そろそろ皆さん戻ってくるんじゃないかなと思っております。そうですね、もう20分経ったので、きっとどこかのチームが戻ってくるんじゃないのかなと思って。あれ、1番はなんと おかえりなさーい。さあ、波佐和横浜国大からが一番早い到着でした。みんな遅いね。遅い。本当ですね。何でしょう。何をちんと買い食いでもしてるんですかね。あれは三沢上町のお二人ですかね。まもなく到着。はい。三沢上町は松山さんが一番に着くって予想したグループですね。はい。私の体感では三沢が一番早いと思ってたんだけどな。6分もおかしい。遅れてます。おかえりなさーい。久保井くん、山根くん、おかえりなさい。お疲れ様です。お疲れ様でした。はい、お二人は三沢上町からということで、はい、では最後の和田からの到着を待ちましょう。あの3人、和田町組ですかね。はい、ちょっとなんだか見覚えのある3人が、はい、皆さんはこちらへ。はい、和田町組到着です。おかえりなさい。はい、ただいま和田町から来てくれた3人が到着しました。はい、ということで無事3駅皆さん到着しました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ここで結果発表に参りたいと思います。1位一番早かったのは、はい、やりました、波佐和横浜国大からの皆さんが一番何分でしたっけ。21分かな。21分で到着ということで、はい、とても早い、もうぶっちぎりの1位の到着でした。そして2位が、はい、坪井くんの三沢上町から。何分ほどでしたか。28分だった。28分、まあ、6、7分遅れての到着ということになりました。はい、そして最下位が尾崎くんのところの和田町駅からの3人ということで、30分以上かかりましたかね。そうですね、まあ、少しあの歩くのはゆっくりだったとはいえ、1位からはだいぶ遅れての到着となりました。
てはまず1位の羽沢横浜国大の難波さん、はい、お願いします。そうですね、まあ羽沢から通ってかれこれもう3年目になるんですけど、やっぱり、ね、何回来てもね坂が急だというのがまあ一つありますね。はい、お疲れ様です。1位おめでとうございます。続いて2位の三沢上町グループ、まあ、普段は時間がない時間がないって言って急いで通ってる道でも、やっぱりあの改めて考えてみると、あのこういう面白いところもあったんだっていう新発見が多くてすごい楽しかったです。では最後に最下位の和田町グループ尾崎くん、はい、お願いします。まあ、和田町からここまで歩いてきて、あの和田町はですね、駅から出たらすぐ商店街があって、これパン屋さんとか、まあ、あの飲食店とかコンビニとかいっぱいあって、なんか見てて楽しかったですね。でその後それ、商店街越えると坂になるんですけど、そこの坂が、まあ、やっぱり階段っていうのもあってかなりきつくてちょっと疲れちゃいましたねで、まあ、たまにはこうやって歩くのもいいかなと思います。で最初の予想は、はい、三沢が早いかなと思ったんですけど、意外とぶっちぎりな羽沢横浜国大が1位の到着で、ね、私正直最下位だと思ってたので、ね、羽沢が新たな発見というか、うんうん、私たちも駅使うときは羽沢から来たら早いのかなっていうことが分かったので、すごく面白い対応でできたかなと思います。やっぱり私は正直絶対三沢絶対三沢とずっと言っていたのに言ってましたねちょっと坪井くんという思いはあるんですけれどもごめんなさい、いやいいんだよ、これからあの通学路の新しい魅力であったり、私が見つけられていなかったスポットを見つけることができたら嬉しいなと思いました。とはいえ今まで通り3駅が横国の最寄り駅ということで、横国に来られる皆さんもぜひとも通学路のスポットに訪れてみてください。では皆様ありがとうございました。